こんにちは。今回ご紹介します商品はこちら、エレキンの自転車用テールライトです。商品構成です。こちらがテールライト本体です。大きさはまあこのような手のひらサイズです。そしてこちらが自転車に固定するためのラバーバンドで、このテールライトはUSB ケーブルで充電できますので、こちら、ちょっと短めの USB ケーブルが付いてます。そしてパッケージです。はい、自転車用テールライトの本体です。ここが、ライトですね。そして裏側、これラバーバンドを取り付けるための、突起があります。そしてこちらスイッチがあります。このスイッチ1回押します。はい、そうしますと、赤色のライトが点灯します。もう一回スイッチをします。はい、今度は白のライトが点灯しました。もう一回押します。今度は赤の点滅。もう一回押します。はい、点滅の別のパターンが出ますね。もう一回押します。はい、早い点滅。赤白の交互の点滅。もう一回押します。はい、電源が切れましたというね、多段階切り替え方式でライトを調整することができます。この自転車用テールライトは、もちろん防水仕様です。はい、では実際にね、取り付けるんですけれど、このようなラバーバンドを使います。このラバーバンドのここ、ちょっと、止めるフックがありますんで、このフックを押さえながら、このように押さえながら、これ上から、はい、取り付けます。で、最後までカチッと音がするまではめます。はい、で、ここはね、これ向きが、これ角度が変更できます。はい、そしてこちら側をね、固定する自転車のパーツに、巻いて、ここでね、穴がいっぱい開いてますんで、この穴をここで引っ掛けて、このような感じでここにね、固定することができます。では実際にね、自転車に固定してみたいと思います。はい、夕方6時30分を回ったぐらいで、もうこれから暗くなっていくんですけれど、こちら、ここにある自転車にね、この自転車用テールライトをね、つけてみたいと思います。ちょっと古いんですけど、まあ、このサドルのこの部分にね、取り付けてみたいと思います。はい、自転車用テールライトを固定しました。ここのね、サドルの下のところにラバーバンドで固定して、ちょっと見えにくいんですけど、ここでね、穴のあるところ止めて、きちっと固定しました。はい。で、こういう感じですね。スイッチ入れてみます。はい。ちょっと後ろの方から見ます。このようなライトの状況です。これもう一回押すと、今度は白。はい、いいですね。そしてもう一回押すと、よいしょ、赤の点滅で、もう一回で別のパターンの点滅で、もう一回押すと、はい、これもなんかね、別のパターンで点滅、5つのモードで点滅点灯することができます。でもう一回押すとライト消えますということで、結構ね、遠くの方からでも、もう一回行きましょうか。よいしょ、こういう感じ。まだ明るいんですけれど、こんな感じで、遠くの方からでも、テールライト、確認することができますね。はい。OK です。結構、これからね、自転車を使うことが多いので、このエレキンの自転車用テールライト、いろんなところで活用することができるかなと思います。まあ、自転車だけではなくね、安全灯とか、あとヘルメットにつけるとか、まあ、いろんな工夫でこのライトをね、使うことができるかなと思います。ぜひ試してみてください。今回はこちら、エレキンの自転車用テールライトをご紹介しました。それでは今回はこの辺で失礼します。この商品は Amazon で購入いただけます。詳しくは Amazon ショップでご確認ください。